気になってたんだけど、ウクラマとは。陸路は進んできたものの、ここで行き止まりみてえだな。アリゼたちのところに戻って船を直さねえと。みんな無事？Thank you.
気になってたんだけど、ウクラマトはどういう経緯で蓮王の養子に？小さかった頃のことだから全然覚えてねえんだ。物心ついた時にはもう蓮王宮で暮らしててさ。ただ生まれはイクブラーシャ、ヤクテル樹海にあるシュバラール族の集落だって聞いてる。一度も訪ねたことはねえんだけどな。私にとっちゃ親は親父ただ一人だけだしよ。その気持ちわかるわ。私も本当の両親のことは覚えてないから。知りたいと思ってた頃もあったけれど、いつからかそんな気持ちも忘れちゃった。私にはガラフおじいちゃんがいてくれたし。へえ、クルルも私と似たような境遇だったんだな。親父は私やコーナ兄さんを実の子みたいに愛してくれた。ゾラージャ兄さんっていう血のつながった子供もいたのに。昔私が獣の住む森に入り込んじまった時も、親父が真っ先に探しに来てくれてさ。ビビって泣いてる私のことを叱ったってよかったんだ。なのに部の親父と来たら、よく生きてたななんて褒めるんだぜ。まあ結局その後、今は眠ってるリの親父に説教されたけどな。森の危険性について何時間も延々と。普段は優しい親父だけど、鍛錬の時は厳しくてさ。今思えば、私が王女として立派に生きていけるように本気で向き合ってくれてたんだよな。なのに私は全然その期待に応えられてね。自分の国なのに知らねえことばっかりだしよ。アルパカのことだって、イヒーハナサイのことだって何一つ知らなかった。大した経験もないくせに、トライオラの中で生きてるだけでトラル大陸のことを分かった気になってたんだ。私にはコーナ兄さんのような知恵も、ゾラージャ兄さんのような力もない。虚勢を張っているだけで王女として未熟だ。そんなのこの国のみんなのために決まってるだろう。親父が作った平和なトライオラを守りたい。だから私は王に。そうか、そうなんだよな。王を目指す気持ちに兄さんたちは関係ないんだ。私が頑張る理由は最初からみんなのためだったんだから。自分で言ってたでしょ、知るってことが大事だって。聞いて、感じて、考えて、そうして積み重ねていけば、明日のあなたは今日のあなたより理想に近づけているんじゃないかしら。みんな悪い、情けねえところを見せちまったな。トライオラの王女だとかって虚勢を張るのはもうやめだ。知らねえことだらけならこれから一つずつ知っていく。それからもっと好きになるんだ、私が守りたいこの国やみんなのことを。私は私らしくこの道を突き進んでいくぜ。そんで
絶対に黄金鏡を見つけてやるんだ。クルルのじいちゃんのことを知るためにもな。ありがとう、ウクラマトさん。でも、おじいちゃんのことまで背負わなくていいのよ。ガラフ・バルデシオンは未知の危機から人々を救うために活動していた人。その孫娘として誰かを傷つけたり辛い目に遭わせたりしてまで調査を進めたいわけじゃないの。一緒に進みましょう。できれば楽しみながら、みんなで思い切りやって気持ちよく勝つの。そのために私も全力で手を貸すわ。ああ、そうだね。我々は同じ道を進む仲間だ。皆で力を合わせて黄金鏡へとたどり着こう。お前ら、ありがとよ。頼りにしてるからな。